内田篤人選手といえば日本を代表する右サイドバックの名手でありイケメンサッカー選手の代表格でもありますよね。今回はそんな内田選手が認めた日本人の天才選手たちについて紹介していきます。中村俊介。まずは内田選手が日本代表に入りたての頃に偉大な先輩として共にプレーしていた中村俊介選手です。内田選手が中村選手のことを語ったのは2022年10月にダゾーンで配信中の冠番組内田篤人のフットボールタイムの番組内のことでした。番組ではちょうど現役引退を発表した中村選手の話題と 内田選手は小学校中学校の時から見てましたし初めて A 代表に入った時に右サイドで組んだのがしゅんさんだったと思い出を語っていましたそして内田選手は中村選手の尊敬エピソードについてアウェのオマーンダかバーレーンダかの試合の前日に「ウッチーウッチー」ーと言われて相手はこう出てくるからウッチーはこう守って俺はこう守るからってと話し続けて逆サイドのやつがねみたいなことも言うんですよこの人どれだけサッカーの試合を見てるんだろうって自分が対面する選手だけでいいはずなのに俺の対面まで映像を見ているし逆サイド 選手の動き方とかも見てたこの人すげえなぁと思いながらサッカー大好きなんだなぁみたいに思ったちゃんと研究しているというように自分以外と対面する選手まで見ていてサッカーに対する探究心の強さに驚いたと明かしていましたまた内田選手は2010年の南アフリカワールドカップに出場していましたが中村選手とともに大会直前にレギュラーから外される悔しさを味わっていましたその当時の心境について内田選手は南アフリカの時僕はスタメンから外れましたけどそれどころじゃないぐらいシさんはずっと中心でやってきた人で最後にパッ 外れるというのは大丈夫なのかなって足首か膝に注射をしながらプレーしていたからその印象が強い輝いている旬さんはテレビでずっと見てて最後のワールドカップとかは現実を見た感じがして旬さんでもこんな残酷な経験をすることがあるんだなと思って見ていたと中村選手ほどの選手でも代表で苦しんでいる姿が印象的だったと語っていました確かに永遠に輝き続けられる選手なんていないのも当然ですがいざその姿を目の当たりにしてみるとかなり感じるものは大きいのかもしれませんね小笠原光雄続いては内田選手が ラーズに加入しししたたから偉大なレレジェンドとててプレーしていた小笠原光雄選手です小笠原選手は内田選手が2006年に鹿島へ高卒で入団したときにはまだイタリアでプレーしていましたが2007年の夏に鹿島へ復帰すると6シーズンぶりのリーグ優勝に貢献しその後はキャプテンとして J1 史上初の3連覇に大きく貢献しましたそんな小笠原選手の背中を見てきた内田選手は2018年に8年ぶりの鹿島に復帰したときのインタビューで2007年に光雄さんが帰ってきてバンバン優勝させてくれましたけどあれはやっぱり すごい。あれは僕にはできない。少しでも近づきたいけど、追いつけないと思う。あの人は違います。と、小笠原選手の凄さについて語っていました。そして、当時の小笠原選手と同じ立場になっていた内田選手も、小笠原選手のような活躍をしたいという思いはあったようですが、なかなか難しい。と、正直な気持ちを語っていました。この内田選手の言葉を聞くと、どれだけ当時の鹿島にとって、小笠原選手の存在感が大きかったのかがわかりますね。また、2021年10月に、二人は対談していましたが、内田選手は小笠原選手を初めて見た時の印象を語っていました。 まだ高校生で練習に参加している立場だったという内田選手はめちゃめちゃ怖かった。目つきが三尾さんが遅れて練習に入ってきたのかな。代表かなんかで俺はその時にスタメン組のサイドバックにポツンと入ってたんです。紅白戦が始まる前とか全然こっちを見てくれない。そうしたら始まる直前くらいにちらっと見られたんです。怖っ、それが第一印象です。と正直に当時の印象を明かしていました。一方で小笠原選手はヒろロヒろのやつが来たなと思ったのを覚えてるよ。こいつに何ができるんだろうと思った記憶があるかな。と内田選手の第一印象を語っていました。お互いスト トレートに語れるからこそこそうういいい対談は見ていて面白いですよねさらに内田選手は2021年5月に d ゾ z z で配信されていたフットボールタイムで小笠原選手の凄さと怖さがうかがえるエピソードを暴露していました口だけじゃないというか言うときは言うんだけど言葉少ないし一番で削りに行くからねあの人は一回ね相手から削られたのにファールを取られなかったのみつおさんがでみつおさんが審判のとこ行って今のファールじゃねえなら俺のも絶対ファール取るなよって言って3連続で相手を削りに行ったこの人やべえって思ったと度胸のない僕からすると 泣いてしまいそうなくらい怖いエピソードを明かしていました。しかしその上で内田選手は三ツさんが削りに行くことによってチームメートもぶつかり合えるようになるんだなって三ツさんと一緒に仕事をするっていうのはそういうことだなって思いましたよと話していて小笠原選手の男前な一面はいい意味でもチームに影響を与えていたようです。確かにこのくらい気迫あふれる選手がチームにいた方が士気は絶対高まるでしょうね。三苫香今シーズンブライトンで大活躍した三苫選手についても内田選手は高く評価していました。まず内田選手が三苫選手の凄さに驚い いていたのはダゾーンのリ番組の中で2023年1月21日に行われたプレミアリーグ第21節のレスターシティ戦で三笘選手が左サイドから切り込みエリア外から圧巻のゴラスを決めたシーンについて触れた時のことでした内田選手は三笘選手のゴラッソを見て中に入ってドスン今までの日本人でああいうゴールってあんまり見ないプレミアのゴール集で日本人以外でヨーロッパとかブラジル人がドーンというのはよく見てたけどあれをやってのける三笘選手はもうちょっとすごいと日本人離れしたゴールに驚きを隠せない 様子を見せていました。さらに内田選手は続けて今のチームもいいんだけど、世界的に有名なというクラブからオファーがあっても不思議じゃないよね。最近の活躍だと、とさらに高いレベルのチームでプレーできるのではないかと言っていて、最後には何度も言っているように調子がいい時こそ、怪我に気をつけてくださいね。というように、内田選手自身が怪我で苦しんだ。過去を踏まえてアドバイスを送っていました。また、内田選手は4月に放送された同番組で、三苫選手がもし移籍するとしたらという話題について、ぶっちゃけど、こに行っても面白そうじゃない。特にボール。 入れれるるチームののの方がが彼の良さが出るのかもしれない例えばよ、バルサとかに行っても面白くないレアルにいてもおかしくないよねっていう選手にまでなっちゃっている。と、スペインを代表する2大ビッグクラブでも通用するのではないかと、三笘選手の才能を大絶賛していました。皆さんだったら、三笘選手にどのクラブに移籍してほしいと思いますかもし意見があったら、ぜひコメントしてみてください。鎌田大地続いては、フランクフルトからイタリアの名門、AC ミランへの移籍が濃厚となっている、鎌田大地選手です。内田選手は、2022年10月、カタールワールドカップを控えた、選手は、2022年10月、カタールワールドカップを控えた、 鎌田選手を直接ドイツまで出向き取材していました。そして、鎌田選手の取材を終えた内田選手は取材して感じたのは真の強さです。鎌田選手は挫折を味わってきたけど、自分の良さを貫いてきました。と語り、鎌田選手のプレーではゴールに注目が行きがちですが、本来パスセンスがすごい選手です。相手を引き寄せて味方が走り込んでくるタイミングでパスを出せる周りを活かすプレーが鎌田選手の真骨頂です。これまで貫いてきた周りを活かすプレーに加え、ゴールを決めるようになったので、これからもヨーロッパで上を目指していけると思います。というように。 カマダ選手の華麗なパスセンスについて高く評価していました。上田綾世。次は、今シーズン、ベルギーで大ブレイクを果たしたストライカーの上田綾世選手です。22、23シーズンから、ベルギーのセルクルブルージュに移籍した上田選手は、2023年2月4日に行われた第24節、リエージュ戦でゴールを決め、リーグ戦の得点数を10の大台に乗せました。この上田選手が記録した、海外挑戦1年目での大台到達を、内田選手はダゾーンで放送されていた番組内で褒めたたえていました。上田選手は、ベルギーに移籍する前は、 鹿島アントラーズに所属していましたが内田選手は大学時代の上田選手を見ていたようで大学生の時に鹿島に練習参加に来たよクロスとか結構高いボールにもボヨーンってジャンプしてグっと持っていく身体能力があったもちろんパンチ力シュート力もすごいスカウトの人とも話したけれどこの子はそのうち鹿島でもスタメンを張って海外に行っちゃうだろうねと話していたとすでに練習参加の時から内田選手も認めるほどのプレーを見せていて将来的には海外でプレーすることまで予想されていたようですまた3月の代表ウィークが終わった後の4月 に内田選手は同番組で上田選手が鹿島でチームメイトだった時から変化した点についてより強引になった感じ振り抜いてのシュートもそうだしとストライカーらしさが増したと評価していましたそしてクラブではゴールを量産しているものの日本代表ではいまだにノーゴールが続いていることについては代表に来ると代表は足元のプレーとか求められることが多い海外ではゴールに直接的に行けるから彼の良さが出るだから何点も取れているのかなと思う綾瀬も A 代表とかで活躍するためにできないところを広げないといけないけど彼の良さが出るゴール 前ののババチバチの場面が多いと彼は生きるのかなと思うと上田選手の良さを称賛した上で代表で点を取るためのアドバイスを送っていました誰もが上田選手には日本代表の得点力不足を解消してくれるストライカーとして期待していると思うので今後代表でも得点を量産してほしいですね遠藤康人続いては内田選手と長い間日本代表で共に戦っていた遠藤康人選手です内田選手は現在もまだ現役生活を続けている遠藤選手について2012年に日本代表の選手一人一人に対して印象を語った という企画で凄さをやっとさんは紅白戦とかハーフコートのゲームの時に相手チームにいるとすごく嫌な選手です。味方だと心強いけど相手に回すと一番嫌。例えばじゃんけんで勝った方から選手を選んでチーム分けをするとしたら最初にやっとさんを取りますね。あの人は何でも嫌だから。と相手には絶対に回したくないという最大の褒め言葉を送っていました。また2021年10月に放送された自身の冠番組で内田選手は日本代表がブラジルワールドカップ行きを決めた2013年 6月ののアアアジア最終予選のオーストラリア戦を振り返っていましたこの試合を振り返りながら内田選手が改めてうまいと思ったのが遠藤選手だったと言います内田選手は遠藤選手が前半15分敵陣中央でボールを持ちシュートフェイントで相手をかわしミドルを放ったシーンを見てやっとさんシュートフェイントうまと思わず叫んでいましたそして内田選手は当時の日本代表と比較しながら遠藤選手の必要性を熱弁し始めますこのシュートシーンもそうだし途中でうまいな誰だと思ったらやっとさんだったもしかしたらやっとさんなのかもね 今一番日本代表に足らないピースって足らないというと今の人たちに失礼かなとか思っちゃうけどヤットさんかもねディフェンスとフォワードの真ん中にいてボールをうまく回してくれる役割を担っていた今見返してもザッケローニがヤットさんをずっと変えずに使っていたのがわかる変えられないんだよねすげえわと改めて唯一無二の存在だった遠藤選手の凄さを実感しながら語っていました確かに遠藤選手が代表から遠ざかって以降なかなか遠藤選手のように優れた戦術眼とパスセンスを持った選手は出てきていないので今後遠藤二世と呼ばれる選手が 出てくるのが楽しみですね宮市亮次は何度も大怪我を負いながら復活してきた日本を代表するスピードスター宮市亮選手です内田選手が宮市選手のことを絶賛していたのは2021年11月17日に行われたカタールワールドカップアジア最終予選のオマーン戦で試合を中継していたダゾーンのヤベッチ内田の裏チャンネルに出演した時のことでしたこの番組では試合中にファンから届いた質問に答えていて内田選手は過去の日本代表で好きなスピードスターはという質問を受けると僕は宮市と 彼と対面したことがあるんですよちょっと衝撃的だったスピードももちろんそうなんですけど腰が落ちないアフリカンの選手とやっているようだった怪我が多くて膝とかもやってますがあれは本当にすごかった僕尻餅もちつきましたもん対戦したときとにかく速いし上手いっすと実際に体感した宮市選手の凄さを語っていましたまた2022年9月にダゾーンの番組に宮市選手がゲスト出演したときにも内田選手はザッキーローニ監督時代の日本代表で紅白戦で宮市選手とマッチアップしたことを振り返って宮市が左で僕が 右で対面してシザースやられて尻もちついたの初めてでしたよこいつやべえと思って19歳ですごいのいると思ったのが最初のプレーの印象ですねと尻もちをついた時のエピソードをより詳しく語っていましたこのように世界的な右サイドバックとして活躍した内田選手から称賛の言葉をもらった宮市選手は泣いてもいいですかこんなに嬉しいことないですよと笑顔を浮かべて話していました宮市選手は先日ようやく大けがから復帰したので今度こそ本調子で長くプレーを続けてほしいですね野沢拓也次は鹿島が黄金 時だったたに内田選手とプレーしていた野沢拓也選手です野沢選手といえば先ほど紹介した小笠原選手さらには本山雅史選手たちとともに鹿島の中盤を支えていましたがその姿を見ていた内田選手は音声配信アプリの企画で野沢選手のことを語っていましたこの配信でチームメイトの一言切りという企画を行っていた内田選手は野沢選手のことを変態天才おじさんと名付けると右サイドでよく組んでもらってましたがうまいですトラップの音がしない靴ひもは結ばないできたら裸足でやりたいというぐらい感覚がおかしい天才 です一度、無理無理と言われているシチュエーションでパスを出したことがありますが、なんとかしてくれました。鹿島が強かった時の戦術は、あの人にボールを預けて、俺らが走るという戦術でした。というように、右サイドでコンビを組んでいた野沢選手を、天才という最大限の褒め言葉で絶賛していました。音のないトラップなんてされたら、僕だったら気づかぬうちにボールを見失っちゃいそうですわ。はい、それはさておき、次いきます。ココオロロキ次は島島時代に内田選選手手とチーームメイイトトだったストライカーののです黄 と共にテントリアとして活躍していた興梠選手は37歳となった現在も浦和レッズで活躍しています内田選手は先日自身の冠番組で ACL 決勝に臨むことになった浦和で今シーズン抜群の存在感を見せている興梠選手のプレー集を見て本当に体のケアとかしないんだけどここのの人って見て見腹関興梠選手がことよと持っている才能を冗談交じりに羨んでいました確かにコウロキ選手は昔試合が終わった後に牛丼屋で牛丼を食べている姿をサポーターに見つかっていた ことがあったので食生活などに関してはストイックなタイプではないのかもしれませんねその上で内田選手は性格的には面倒見がいい後輩にすごく優しくて俺も何回も気にかけてもらっていたプレーに関して言うとちょっと野生的なんですけどターンが上手いし落としも柔らかいスピードもあって万能型かな何でもできるとピッチ内外でのコウロキ選手に対する印象を語っていました37歳でこんなに活躍できるなんてすごいですねぜひクラブワールドカップでも活躍する姿が見たいですね熊田直樹続いては先日レアルマドリードからの噂も上がっていた た日本の若きストライカー熊田直樹選手です。熊田選手がまだあまり世間的には名前が売れていなかった。2022年11月内田選手は自身の冠番組で熊田選手の名前を出して、大穴は熊田くん、fc 東京の熊ちゃんね。彼はやるから、皆さん名前を覚えておいてください。持っている才能は素晴らしいので、彼のプレーを試合で見たいと、熊田選手のブレイクを予想して、ヨーロッパのスカウトから熊田の名前がかなり上がっていると聞いています。今のうちに写真とサインをもらっていた方がいいかもしれませんよ。と早い段階で熊田選手がヨーロッパの。 に狙われていることについても話していました熊田選手は先日行われたアンダー20ワールドカップでは本来の実力を発揮できなかったようですが今後はクラブで実力を磨いてワールドクラスの選手に成長していって欲しいですねそういえば動画の最初に中村俊介さんについてのエピソードを出しましたがそんな日本のレジェンドでもある中村さんが絶賛した選手についてもこの動画で紹介しているのでぜひ見てみてくださいというわけで僕も誰かに褒められたいという醜い承認欲求は捨てて頑張るので応援してくれる人はチャンネル登録と高評価をお願いします。それでは 皆さん、さようなら。